今回やってきたのは岡山県井原市の山の中。その山の中に何やら一軒家を発見したのだった。一体これは何なのだろうか。豪邸なのか。いかに。まあ、これどこに来てるかというと、高橋から、茨城の方に行く道313号線ですかね。その、道沿いにあるね、この日本料理の、料亭の廃墟があるということで、一度来たことあるんですけど、結構ね、有名なんですよね。山の中に一つポツンと一軒家がね、あるかのような感じで、そびえ立ってる料亭のような感じのがあるんですよね。今日はちょっとそこに、改めて行ってみようかなと思います。というわけでね、こうやって山の中にさらに入っていくという形で、下にはね川があるんですよね。先がねちょっとあれですけど、もともとなんかここには松の木ですかね、これ料亭の。木が植えてあったんですかね、ちょっとあれですけど、この先を進もうかなと思います。ここにもね、ちょっとなんか人工的な感じの、岩があるので、まあ、これも何かの、まあ、何かのというか、この料亭のために、作ったと思われる、やつだと思うんですけど、日本料亭がね、見えます。前進みます。すごいですね、これ。ちょっとまだ先進んでいきたいと思います。この辺まではね、進めるということで、この先に行くと入れないような感じになってます。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで、それが料亭と。ここは日本料理店料亭水仙。バブル期らしい豪華な施設であり、橋の南側が入浴施設、北側は料亭だった。10年近く前まで営業していたそうな。この先入ることはできないんですけど、こういう感じになってます。
その当時やっぱね、こういう山の中にあるということは相当、まあ、自信があったんでしょうね。これだけの作りというか、この近くになんか、ね、昔栄えてたような感じの、ドライブインみたいな、ちっちゃいドライブイン、まあ、自動販売機とかそういうのが多く置いてあるような施設も、あったりとか、もう潰れてるんですけどね。その当時、まあ、もちろんそのイクラ堂とか、イクラ堂とかそういう高橋とか栄えてたエリアの帰り行きがけとかに、多分こことかこういうとこにね寄ったりとか、そういう通り道だったんじゃないのかと思うんですけど、まだその第二施設もありますね。別館がこの前にあります。こちらがね別館となってます。まあ、雰囲気的には、ね、あんまし良くないんですけど、気持ち悪いですね。はい、ちょっとこれから先は進めないような感じになってるんですけど。おお、この廃墟料亭、岡山県内でも有名な廃墟の一つで、内部に入った映像など公開されているが、実際のところ立ち入り禁止である。というわけで今回はこんな感じでお送りさせてもらいました。まあね、いつ頃栄えてたんだろうなという感じなんですけど、まあ1990とかなった時にやっぱり閉店したのかなと。まあ元々のチェーン店みたいな感じらしいんですけど、料理、旅館、品出し、仕出しということで、普通にここで泊まれたりとか、できたんじゃないかと、いうことなんで、まあ、この昭和の、なんだろうな、名残というか、そういうものなんですかね。はい。まあでもここはね、中に入ったりする人もいるんですけど、ね、この旅館というか、この、建物の中には入ってたらダメだと、いうことで、一応この下までは大丈夫だと思うんですけど、中は、立ち入り禁止の看板があったので、ダメかなと思います。はい、というわけで今日はこんな感じでお送りさせてもらいました。またね、スピチューブの方、よろしくお願いします。それでは、失礼します。スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。